この体型のせいで自信が持てないだからって毎日走るとか絶対に嫌だそんなあなたへお待たせしました小生活婚活のプロ川瀬ですさあ今日はですねモテおじの体型 9割の年下女性が沼る細マッチョになる方法簡単モテボディの作り方を完全解説をテーマにしてお話ししていきたいと思いますこの動画に興味を持ったあなたは30代40代そして50代になってもモテるイケオジでいたいいつまでも見た目も心も若々しくいたいそう思ってるんじゃないですかただその理想や希望とは裏腹に今日も家でゴロゴロ YouTube を見ながらペヤングとくもりをね食べておられることだと思います何かきっかけさえあれば変われるのにそう思ったことは一度や二度はあったんじゃないですかなので今日はそんなあなたのために 僕が確かかなきっっけを作って差し上げます無理したダイエットもせず美味しいご飯を食べながら誰でも簡単に女性が理想とする細マッチョ体型になる方法について徹底解説していきます。 僕は恋愛経験が少ない30代40代の未婚男性に特化した恋活婚活のプロとして7年の実績があります変わりたくてもなかなか動き出せない未婚男性をたくさん見てきましただからこそ今日の動画では余計なね専門知識ばかりを伝えるのではなくて超初心者向けかつ実践的なモテボディの作り方を伝授します是非最後まで一緒に学んでいきましょうこのチャンネルでは30代40代の未婚男性に向けて恋愛テクニックや婚活のコツについて恋愛初心者の方でも分かりやすく解説しています 登録お願いします。 さあ早速では本題にいきましょう今回は多くの女性が大好きな細マッチョになることがねゴールなんですけどもそもそもあなたは細マッチョってどんな体かってちゃんと定義づけできてますかまずはそのゴールのね体を具体的にイメージできてないとスタートも切れないですよねそうなので細マッチョを定義する上で一番大事なのは女性目線です女性の多くがイメージする細マッチョの定義はお腹などが引き締まっていて腕や胸に程よく筋肉がついている体型のことを言いますつまりプロレスラーやボディービルダーのような 大きななな体体型型ではなく筋肉がああるる程程度度ついててある程度細身な体型のことを指しま,すまあ例えば芸能人で言ったら佐藤健さんとか山下智久さんとか女性がイメージする細マッチョ体型ですねそう言われたからって今のあなたがねもういい感じのビールっラを今お持ちで今日もねビール飲んだ帰りにラーメン行っちゃいましたみたいな状態だったらあまりにもね佐藤健さんや山 P さんとの差がありすぎて何もやる気が起こらないと思いますなのでまずは1つの数値目標として細マッチョ体型を目指すなら体脂肪率が 12% 15%から15あたりの体を目指ししていきましょう当然ね、体脂肪率が低いだけでは細マッチョとは言えないので、ある程度の筋肉は必要ですよ。なので、まず僕の動画をこうして見てるあなたたち全員、まずは一度体脂肪率を15%ということを目標に一緒にやっていきましょう。これが僕らの数字的ゴールです。15%。 じゃあ、具体的にそのゴールが決まった上で、今回は僕らのね、チームの一員ということで、一人のモデルを用意しましょう。39歳で、身長が170センチ、体重75キロとしましょう。趣味はゲームと YouTube、平日はリモートワークばかりのシステムエンジニアさんだとしましょう。彼のことを SE 君と呼びますね。まず SE 君が体脂肪率15%を目指す上で、実際の今のね、体脂肪率をね、調べてみましょう。推定の体脂肪率がすぐわかるサイトがあるので、それで調べてみました。それがこちらですね。推定の体脂肪率が 22.6%女子胞体重が58キロと出ています女子房体重ってのはその名の通り体の脂肪以外の、ね、体重ですで SE 君が体脂肪率15%を目指すために理想の体重を求めてみます SE 君の女子肺体重 58kg を85%で割ると68.2となりますつまり SE 君が体脂肪率15%の時の体重が6 8 2キロってことですねまずはこの目安を出してみるといいです体脂肪率概算とかねググれば同じようなサイト出てきますんでぜひ ぜひやってみてみくださいまあすごい当然の話なんですけども15%を目指すためには体重を落として筋肉量を上げなきゃいけないんだなってことが分かってもらえたと思いますそしてあなたは最近自分の体脂肪率って測りました最適なね体脂肪率の測り方としてはインボディーがおすすめですスポーツジムだったりね薬局だったりに置いてありますインボディーは結構正確な数字が出せると言われててそもそもインボディーってなんやねんってことなんですけど体をね構成する基本成分である体の水分タンパク質ミネラル体脂肪を定量的に分析し栄養 に問題がないか体がむくんではいないか体はバランスよく発達しているかなど人体成分の過不足を評価する検査ですインボディ設置施設とかでググってみるときっと今あなたがいる場所から一番近いインボディ設置場所が分かります当然ですけどインボディで測れば今のあなたの体脂肪率だったりが一発で出ますまずねこの動画を見たきっかけとして一度もねインボディを使ったことがない人はもう明日にでも。 行ってみてみくださいやっぱり15%目指すとか今の自分は○○%だったりとか明確な数字を分かるってことは何か行動を移す時にめちゃくちゃ重要なんですよねまあそういうことで現状が分かったところでこれからモテる細マチョ体系になるために必要な食事管理とトレーニングそして日々の習慣 この3つに分けてて、ね、話をしいいいきたいと思いますまずやっぱりねさっきの SE 君じゃないですけど体重を落とすことがまず必要ですよねそのためには食事管理が欠かせません正直みんな細マッチョになるために筋トレとかよく思うかもしれないですけど9割が食事で決まりますどれだけ筋トレしようが食べるものを食べてたら絶対に細マッチョにはなれないじゃないですかなので本当に初心者でも分かりやすい食事管理についてね話をしていきますでまずそもそも人間ってどうして太るのかあなたはすぐ説明できますか普通に生活してるだけなのに なんで俺はこんな腹をしてるんだって思う人もいるんじゃないですかねズバリ人間がどうして太るかっていうとあなたが1日の中で食事でね摂取してるカロリーが1日の中で消費されるカロリーよりも多ければ当然その分が脂肪となって太っていくんですそれが太る原因ですそう 入れるカロリー消えるカロリーをちょっと消えるカロリーの方が上回せることができれば徐々に痩せていくってことですよねだからまずはあなたのこの消費カロリーから計算してみましょうちなみに消費カロリーとは基礎代謝プラス運動などによって1日で消費するカロリーの合算を言いますなのでまずあなたは自分の基礎代謝を知ることからですね基礎代謝っていうのは1日寝ていても消費する生命活動維持に最低限必要なカロリーのことを言いますネットで基礎代謝計算とかでググってみるとたくさん出てきますが 今回はたまたま見つけたパーソナルジムフィス大阪さんのサイトがとても分かりやすかったんでそのまま使わせていただきますでここで SE 君の登場です39歳 170cm75kg の SE 君まず彼の基礎代謝量を計算するとこの結果のように 1582kcal ロロと出ました次に1日の運動だったり活動で減る消費カロリーについて計算します SE 君は普段リモートワークでねデスクワークが中心なのでこの表の中だと1つ目の活動量が低い人に該当します そうすると、SE 君の1日の消費カロリーが 1898kcal ロロと出ましたそれを踏まえてもし SE 君がね1ヶ月 1kg のペースで減量しようと決めた時こちらの表の通り SE 君の1日の摂取カロリーは 1658kcal ロロを目安にしようぜってことがわかりますこちらのサイトめちゃくちゃ簡単にね計算できるので概要欄に貼っておきますちなみにね脂肪 1kg って 7200kcal ロロなんですよ なので1ヶ月1キロ減量したい場合は単純計算で 7200÷30 の計算をして1日で240カロリーを多く消費させればいいってことが分かります今見た数字もね1日の消費カロリーが1898キロカロリーだったですよねで1ヶ月で1キロ落とすために必要な摂取カロリーが1658キロカロリーでしたなので1898-1658で240になりますよねもしねスイーくだったりあなたがね1ヶ月で2キロ痩せたいって思うんだったらその倍の488十ロ キロカロリーを1日で摂取カロリーより多く消費させようって思えばいいんですまずはここまでわかりましたかだから se 君の場合は1ヶ月に1キロ痩せる場合にとりあえず1日1658キロカロリー以内に食事をコントロールすればいいってことになるんですけれどもただやっぱり栄養バランスってのがあります偏った食事をすることも体には良くないことですよねなのでここで se 君が取るべき1日のね3大栄養素の基準値をね知っておきましょう3大栄養素はタンパク質脂質 炭水化物ですけど特に筋肉を作るにはタンパク質が必要不可欠ですそしてタンパク質は筋肉をはじめ臓器や髪の毛肌爪や細胞ホルモンなど私たちの体を構成する材料として欠かせない栄養素ですモテおじになるには特にタンパク質は死ぬ気で死守していかなきゃいけないんですでその3大栄養素をどれぐらい取ればいいかの目安として1日当たりのタンパク質の基準は体重 ×2g 脂質は必要な摂取カロリーの20%を目安にとりますで残りのカロリーを 炭水化物で補いましょうってことなんですこのタンパク質脂質炭水化物のバランスのことを PFC バランスって言います PFC ってのは プロテイン、タンパク質、ファット、脂質、そしてカーボ、炭水化物のことです。ダイエットをするってなった時に、炭水化物だけ抜けばいいんだみたいな発想になる人いますけども、炭水化物だって僕らの体にとっては必要不可欠な栄養素であって、特定の栄養素をね、減らしたり、増やしすぎたりすると、体の不調には間違いなくつながります。特にね、僕ら30代、40代って何よりも健康第一じゃないですか。健康を崩してまで細チョになる必要ないですよね。それを踏まえて、SE 君、39歳、170センチ、75キロの彼が、 1ヶ月でね 1kg 痩せるために必要な PFC バランスがこちらの表の通りになります1日で取るべきタンパク質が6 0 0キロカロリー脂質が3 3 2キロカロリーそして炭水化物が7 2 7キロカロリーと出ましたこれにより1ヶ月で 1kg 痩せるために PFC バランスを考えた上での摂取するカロリーが分かったのでこの通りやれば筋肉もつき健康的に痩せられるというダイエットが可能になりますここでよくある勘違いとしては例えば炭水化物の例で言うと PFC バランスでは 182g なななっっててますすがここれはは炭水化物の量であって植物のの量量ではないってことなんでであ植いととん例えば白米に含まれる炭水化物の量はお茶碗一1杯で 150g だとしたら炭水化物は 57.1g なんですということは SE 君の場合1日あたり炭水化物を 182g 取っていいわけですから白米ばかりを食べたとするとお茶碗3杯ぐらいは白米いっちゃっていいぜってことになりますよね炭水化物も脂質もこれと同じで食べ物の量と中に入っている栄養素の量は異なりますでもねね実際ねこうして pfc バランスを意識して食事をしようとすると毎回ねタンパク質がいくら入ってるのかとかいちいち計算がめんどくさいですよねむしろできないんです事実白米の中にもタンパク質が含まれてますし野菜の中にも炭水化物が含まれてるんですなのでもうこれだけ意識しとけばいいよっていうルールはずばり高タンパク取って低脂質にしてそして適度の炭水化物を取るもうこれを意識すればいいんです高タンパク低脂質そして適量の炭水化物です高タンパクっていうのは同じグラムのね食材の中でもタンパク質の量が 多い食材です例えばねお肉のヒレ肉とかマグロとか大豆とか卵など低脂質とはもちろんね食材の中で脂肪が少ない食材です逆に脂肪が多くてあまり取るべきじゃないものといったらみんな大好き唐揚げ菓子パンピザハンバーガーなどのファーストフードコンビニ飯などはもうできる限り避けましょう体にねいい脂質としてね言われてるのはよしオリーブオイルとかアボカドドライフルーツナッツ類油の多い魚とかですまあ、こうやってねいろ細かくね食材とか見ていくともうキリがなかったりするので再度、ねゴール に立ち戻って今回のテーマはね細マッチョになる方法なのでシンプルに筋肉の源であるタンパク質の量だけはね体重のかける 2g は取ろうって頑張って3つ,つ脂質については唐揚げなどの油ものは極力控えてできればオリーブオイルやごま油など脂肪になりにくい良質な、ね、脂質をとっていくとか例えばねサラダのドレッシングをオリーブオイルに変えたり調味油をごま油に変えたりとかそれぐらいならできますよねで炭水化物についてはまあ毎回ねご飯1杯ぐらいは食べてもいいんだそれ以上食べないようにしようそれ ぐらいのでで十分ですただもしあなたがもうガチでねダイエットしなきゃいけないぐらい魔人ブ男子だったらご飯を食べるにしてもね白米よりも玄米の方がいいですよねなぜなら白米っていうのは血糖値が上がりやすい食材だからです血糖値が上がると膵臓からね血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが分泌されますそして一気にね血糖値が上がっちゃうほどそのインスリンが過剰に分泌されて 糖分を脂肪としてね蓄積する働きを引き起こすことになっちゃうんですさらに血糖値の急激な上昇ってのは眠くなったり気持ちがイライラしやすくなったりとか精神を不安定にすることにもつながりますイライラすれば脳はねさらに糖を欲するようになっちゃって心身の悪循環を招いちゃいます 実際優秀なね、ビジネスマンほど、ランチに白米は食べないっていう人って多いですよね。当然さ、眠くなったりしてパフォーマンスが落ちるからです。なのでね、血糖値だったりとか、その程度のね、知識は持っておいていいと思うんですけども、だからって、あなたそもそも玄米食べないでしょこんだけね、白米より玄米がいい。そんなことは聞いたことあると思います。で、玄米食べてます絶対食べてないと思うよみんな。だったら、やっぱし現実味のあることをやっていきましょうよ。無理なものは無理。 ね、だから、まあ、玄米食べれる人は食べればいいけども「だんだん玄米の方がいいのか」とか言って完璧主義を目指せば目指そうと何もしなくなるんでもうさっき言った通り、まり、あ、玄米はちょっと後々にして白米を茶碗一杯分ぐらい少なめを適量食べようとそう思うでその空腹が満たされない分タンパク質の量をね体重の ×2g 取るあなたが 70kg だったら 140g タンパク質をガンガン摂取すればいいんだってそう思っておいた方が始めやすいですよねむしろそれでいいんでまずやってみて慣れてきてからどんどん 専門的なことを覚えていい,いんですもう本当にね完璧主義者はこういうところでうまくいかないんでねやるかやらないかじゃなくてちょっとやるでいいんですよでそして今言った通りね PFC バランスとかねそれを意識すればするほど結構ストレスになっちゃうと思うんで ASKEN っていうダイエットアプリがおすすめです食べ物の写真をね撮ってねアップすれば大体のねカロリー目安が出てくるんですうちのねコミュニティにいるパーソナルトレーナーが教えてくれましためちゃくちゃ便利そうですよね是非ね試してみたいって人は ASKEN ってね アプリ検索してみてください。と、まあ、ここまでね、できる限り見ている方が、何かしらすぐ始められるように話をしてきているつもりですけれども、もしあなたがね、細マッチョとははるかに遠い場所にいたり、まずとりあえず早く健康的に痩せちゃいたいんだっていう人に向けて、僕がね、過去実践してきた中で、一番いいですね、おすすめのダイエット法があります。それはズバリ16時間ファスティングです。ファスティング、いわゆる断食ですよね。16時間ファスティングっていうのは、1日のうち食事をしてもいいよっていう時間をね、8時間以内に抑えて、 残りの16時間は食事を取らないようにするというファスティング方法ですもうねずばりこれだけ8時間飯食う16時間食わない。 僕はね、この方法をたまたまね、本屋で見つけた空腹は最強の薬っていうね、本で知って、その本の通りね、1ヶ月継続してみたら、本当に1ヶ月で5キロ痩せちゃいました。全然痩せる気なかったんですけど、健康にもいいっていうんでやってみたら、普通に体重も落ちました。その後ね、僕の芸人時代の同期でもある、あの、オリエンタルラジオの中田くんがね、彼の YouTube 大学で、今言ったこの空腹は最強の薬っていう本をね、取り上げられて動画を上げられてました。この本を読むのがめんどくさい人は、ぜひね、YouTube 大学の中田くんの本の解説動画を見てみてください。めちゃくちゃわかりやすいですし、500万再生 言ってるんで知ってる人も多いいんじゃなでですかねでね知らない人もいると思うんでシンプルに言うと16時間で、ね、食事をしないっていうことで体の中ではですねオートファジーってことが起こるんです体の中から不要なものを、ね、分解するっていう働きが起こって体の中がきれいになりそして体重も痩せていくんですで今言った通りねファッシングっていうのはただただ体重が落とすだけじゃなくてオートファジーによって老廃物や毒素をね排除する働きが強化されるのでデトックス効果だったりとか腸内環境が整い始めますそれによっって免疫力の向上だったり 肌荒れの改善にもつながるんですそうだから僕はねもともとねまあ前のね動画でも見せたんですけども過去めちゃくちゃ肌荒れで悩んでた時があったんでよしじゃあやってみようみたいにやったら体重も落ちましたっていう話なんですねで当時僕がねこの16時間ダイエットをやってた時にどんなタイムスケジュールでやってたかっていうと昼の12時になったらまず最初のご飯を食べて8時間後の夜20時前に最後のご飯を食べてだから1日2食でしたねそして20時から翌日の昼の12時まで要は16時間よねその時間を何も加わ わずにいるってことですこれを聞くだけだといやいやそんなにも我慢できないと思うかもしれませんが今言った通りですね寝てる時間を16時間に含んでいいわけですよそうなると要は8時間寝るとして前後のね4時間を足して4たす8たす4で16にすればいいんですなので例えば朝8時に起きたとして4時間ね我慢して12時にご飯食べればいいんだし夜の20時にご飯食べたら4時間ね何も食わずに我慢して眠りにつけばいいんです いけそうじゃないですか。で、僕これいけたんで。で、この16時間ファスティングって1週間やれるだけでも十分効果が出るみたいなので、ぜひね、1週間だけでもやってみてください。ただね、この方法の注意点としては、体重は落ちるんだけど、それと一緒にね、筋肉量も落ちちゃうってことなんです。食事を取らない時間ってのは、タンパク質をはじめ、体の維持に必要な栄養素は、体内にね、あるものから使用されていくんですよ。そのため、筋肉量とかもね、低下しやすくなります。だからこそ、これをやるんだったら、並行してね、適度な筋トレってのは必要だったりしますけども、でもね、同時にね、 痩せながら、さらに筋トレしながらってやらなくても、まず、このね、16時間ファスティングを1週間とか2週間とか1ヶ月とか続けて、とりあえず痩せてみる。その後に筋トレすればいいんじゃないって僕は思ったりしますよ。ちなみにね、今言った16時間の断食中に食べてもいいものがあるんですよ。それはズバリナッツ。 まあそんな感じでね、この16時間を攻略するテクニックっていうのは、中田くんのね、動画で細かくね、話をしてくれてるんで、ぜひね、検索してみてみてください。ちなみにね、まあ、中田くんの話してますけど、僕のこの童貞の詳細のね帯に書いてくれてるのって中田くんなんですよ、実は。知ってましたまあね、本当に、同期というね、それだけのものを上手に使わせていただいて、あの帯にね、あの彼の紹介文書いてもらったんですけど、そんな僕の本って、ね、もう読んでますよね、きっとね。先日ね、僕がチャンネル登録1万人記念ライブ ブっていうのをやったんですけどそこのライブで僕特別に本のプレゼントをしたんですきっと今こうして見てる人も受け取ってくれた人いるんじゃないですかねでせっかくなのでこの動画でもですね僕の本をプレゼントしてみたいと思いますなんでかっていうとこの動画もうそもそもそんなにバズらないと思ってるからですほとんどの男性は僕の過去の動画98%女が体を許す一番簡単で確実な方法みたいな動画が大好きじゃないですか実際あの動画1ヶ月で20万再生もいっちゃいましたよでもこの動画って別に対して面白くもないね真面目な話で さらにねここまでねよっぽど勉強熱心で見てる人って少ないと思うんですよなのでまあこの動画の中でポロッとね本プレゼントしますよって言ってもバレないかなって <laughs> そんなにだからちょっと試しにやってみたいと思いますでなんでねこの本をねプレゼントしたいかって言ったら僕が芸人時代サラリーマン部下500人まとめた時代カンボジアの企業時代この激動なね経歴の中で培った僕独自のコミュニケーションノウハウってのを本当にこの童貞の人さんにまとめたからなんですよで今回の動画を見てよし体 が鍛えられたとかさいい体になってきたってなったら次は大事なのコミュニケーションじゃないですかなのでこの動画と合わせてねコミュニケーションっていうのを覚えてほしいなと思ったんでちょっとこの動画をね特別にプレゼントしたいと思いますそしてこの動画の中には今言った通り僕の波乱万丈の人生の中で培ってきた僕のトーク技術河瀬流トーク8000っていうのがですねメインコンテンツとして書いてありますで文章だけでね読むのも嫌だっていう人もいると思うんでせっかくなんで今回の特典の中に僕がね河瀬流トーク8000について で解説した動画もね入れておきますそんなね特別なプレゼントの受け取り方法はこの動画の概要欄にある僕の公式 LINE から入ってもらってそこから「ブックって BOOK」B o o K、っていうアルファベット4文字だけを送ってみてくださいそしたらその4文字に反応して自動的にね僕の本の受け取り案内フォームがね届きますもうそれに合わせて本のね PDF データも送っちゃいますんで別にねあの直接の本を受け取らなくてももうそのまま LINE からねテキストデータが届くんでそのまま僕の本をね読み進めてもらっても全然 OK です そしてこの特典の案内はこの動画の最後にもね案内しますんで安心して最後までねこの動画を見切ってほしいと思いますということで第1部のね食事管理について話をしてきましたんで次は第2部のトレーニングですね で、ただトレーニング嫌だーってね、思った人もいると思いますが、大丈夫です。僕もトレーニング大嫌いなので。でね、僕らって何も、YouTube でね、筋肉自慢してるようなね、マッチョになる必要は別にないんすよ。上腕二頭筋がどうとかさ、ぶっちゃけどうでもいいです。とりあえず、冒頭に言った通り、体脂肪率15%を目指せばいいんだから、どこに筋肉がついてようか知らんす。<laughs> まあそれはね、言い過ぎなんですけれども、僕のね、他の動画でも話した恋愛のプロ目線、ガチでモテる男が筋トレしない、筋トレのメリットとデメリットを徹底解説。でもね、僕なりのね、筋トレについての考え方を話しているので、ぜひ時間があったら見てみてください。で、今回この動画では、筋トレの初心者の方なら、まず最低限こんな知識を持って、こんな意識でやってくれたらいいんだぜっていうような話をします。僕らが無理なくね、年下女性が沼る細マチョ体型を作っていくためには、胸、肩、背中、で太ももお尻っていった、 体の中で大きい筋肉を鍛えればいいんですトータル的にねバランスがいい体に見えるんです 筋トレって聞くと大体みんなこの腕立て伏せね胸が大事だって思うと思うんですけど実際ねそれ以外の肩だったり背中だったり太ももやお尻の方が胸の筋肉より大きいんですよ例えばね肩の筋肉ってのはスタイルがよく見える逆三角形を象徴するために必要な部位ですまたジャケットって肩で切るって言われてるって知ってますそれだけ肩に筋肉があるとジャケットがかっこよく着こなせるんですよねまた背中のね筋肉背筋がないと弱々しく薄っぺらく見えますし猫背になりやすいんですよ筋肉がないから で正直パッと見た時の第一印象って姿勢で決まるんですよね具体的に胸筋とか見る人いないじゃないですか姿勢が男らしく堂々としてるからなんかこの人素敵かもって女性が直感的にね男を感じるわけですなので背筋も絶対に必要そしてお尻や太もものね下半身の筋肉は全体の筋肉の中のなんと60%も占めるんですそこのね筋肉がないとどうしても貧弱で頼りなく見えてしまいます逆にお尻と太ももの筋肉があるとパンツのねお尻から裾にかけてのラインがね綺麗に見えるんですね要は当然 ですけど僕らって外ではね洋服を着て歩くわけですからその洋服を着てる状態からね素敵に見せないと意味がないわけですいやそれはわかるんだけど俺はただこのポッコリお腹を何とかしたいだけなんだってねだから俺は腹筋さえやればいいんじゃないですかっていう人もいると思うんですけどこれは残念ながら間違ってますそのビールっ腹をなくすために腹筋トレーニングだけをやったところでピンポイントでお腹だけを痩せさせるのは不可能なんですその理由はね僕らの体の仕組み上一部分の脂肪だけを優先的に減らすことってなかなかできず脂肪っていうのは必ず体全体 体からね分解燃焼されていくものなんですそしてねこの腹筋トレーニングで鍛えられる腹筋群って意外とね小さな筋肉なのでここだけを鍛えて脂肪の燃焼を目指すのは非効率なんですよ特にあなたがダイエット目的だったら大きな筋肉から鍛えた方がが効率よく脂肪の燃焼につながるんですそしてそもそもですけどみんな細マットって言ったら腹筋がね割れてるって思いますけどねあんな風に俺も割りたいとか思うと思うんですけどそもそも腹筋ってもともと割れてるって知ってました 側に内臓脂肪や皮下脂肪があるから、その割れてるのが見えなくなってるだけの話なんです。ちなみに男性の方が内臓脂肪がつきやすくて、女性の方が皮下脂肪がつきやすいと言われてます。よく女の子がね。下半身太りに悩むんですけど、太ももだったりお尻だったりって皮下脂肪が中心なので、なかなか落とせないんですよね。その点、内臓脂肪ってのはすぐにつきやすいんだけども、落としやすい脂肪と言われてます。そもそも内臓脂肪ってのはこれまでの生活習慣で蓄積されたものなので、あなたの食習慣だったり、運動習慣を見直して改善をかけさえすれば。 結果は出やすいんです。 そこをね、希望ポイントとしてね、ぜひ覚えておきましょう。それを踏まえて、具体的にどのようなトレーニングをしていけばいいのか、話をしていきますが、まずね、前提として、知ってほしい知識として、筋肉にもね、2つ種類があって、側筋とで、ね、チキンってのがあるんです。側筋とは、瞬発的に大きな力を出す筋肉で、逆にチキンとは、持久力をね、発揮するときに使われる筋肉のことを言います。ズバリ、筋肉のサイズが変わるのは、側筋です。マラソン選手を見たら分かると思うんですけど、彼らって長い時間めっちゃ走るのに、全然筋肉隆々じゃなくて、 むしろ細いいじゃないですかマラソンはチキンが主に使われるね運動になるのでチキンが発達して持久力がついていきますが側近があまり使われないため筋肉のサイズが小さくなっていくってことなんですなので実際あなたがねジムとかでトレーニングを始める際に側近を鍛えようと思うことが大事で側近を鍛えるためには重いものを早く動かすこと重いものを早くね そうすることで筋肥大、いわゆる筋肉が大きくなることにつながって、見た目の変化がすぐ出やすくなるわけです。いやいや、川瀬さん、俺はね、もうジム行くお金すらねえんだわ、と。そんな人は、まあ家でもやれるね、自重トレーニングをすればいいんです。自重トレーニングのメリットってのは、自分の体重を使ってね、体を鍛えるので、関節に負担が少なく、怪我になりにくいってことです。逆にね、デメリットってのは、負荷がね、ちょっと軽いので、側筋が鍛えづらいってこと。なので、自重トレーニングを中心にされる人は、最初ね、このスロートレーニングで、じ ゆっくり筋肉を痛め痛めてその後にクイックトレーニングで筋を鍛えてていいいくって方法がいいですそんな基本的な情報を踏まえて誰でもすぐ始められるこの動画を見た直後からできる自重トレーニング方法についてね簡単に解説しますとまずね結論として先ほど挙げた胸肩 背中足太ももといった大きな筋肉を鍛えられる種目とあとはね腹筋を鍛えられる種目これを週に1回ずつやればいいんですそしてその1回のねトレーニングの決まりとしてそれぞれの部位のトレーニングを各2セットずつさえやればいいんですよく10回3セットって聞いたことあるかもしれませんが実際ね最近の研究では筋肥大させるためには回数に関係なくトレーニングでね筋肉の限界まで追い込むことがいいってされてます実際ね10回回3セセッットトで余裕って人もいれば8回2セットで 吐きそうな人ももいるんんでですすよもちろん校舎の方が筋トレには効果的です要はね限界まで追い込んでなんぼってことだから今回ね皆さんにお伝えするメニューは1回の回数の制限はなくて限界までの回数をやってそれを2セットやろうぜって話限界を2セットでその2セットの間っていうのは5秒だけ開けましょう1セットやって5秒開けて1セットやるそうすることでこれを短くすればするほどですね負荷がかかり続けるのでこうして限界までね追い込みやすくなるおかげで筋繊維がね破壊されて修復しようっていう動作から筋 筋肉がね強くくく大きくなっていくんですもうほんとねこのルールさえ覚えればいいんですでさっきね自重トレーニングのデメリットで話した通り自重だとね負荷が弱い分側近に刺激が行きづらいから最初のね1セット目のトレーニング方法としてはさっきも言った通りスロートレーニングで。 90%ぐらいまでね、痛め続けて、で、残りの10%の力を振り絞って、クイックトレーニングをする。で、5秒間休んで、2セット目はクイックトレーニングだけをする。これをね、ルーティン化させてください。例えば、実際腕立て伏勢をやっていくとしたら、体をこうやって下ろす作業で3秒。1、2、3。で、上げるので、1、 2、3ぐらいのスロートレーニングをしてそれをできる限り何回かで追い込みますもう俺これやるだけでちょっと痛いもんみたいなね。それだけじっくりやれば負荷がかかるんでで、限界かなと思ったらう <laughs> ってね ククイックトレーニングを何回かやるっていうで5秒休んでまたカッ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 って早くやるっていう感じぜひこの動画を見たらやってみてくださいきっと腕立て伏せが弱い人っていうのは多分このスロートレーニングが5回ぐらいがもう限界で残りの10%でクイックが1回ないし2回できたらいいぐらいでもうバチバチ負荷かかってるんで5秒休んだって全然体力回復してないからこの2セット目もね1回か2回できればいい方それで十分なんです回数よりも大事なのは手早く追い込めるかってことだら なんだなとさ3セットやっていくよりも短時間で追い込んでね早めに達成感を得る方が続けやすい気しませんかこのトレーニング方法をイメージして筋トレ素人でもね聞いたことがあるような王道のトレーニングメニューをやればいいんです胸は腕立て伏せでしょで肩はショルダープレスで背中はバックエクステンションで足やお尻はスクワットそしてお腹かは、まあ、腹筋クランチ 今これを聞いて、よしじゃあ家で早速やってみようっていう人は、まあ YouTube でね、専門家がたくさんいるんで、自重腕立て伏せとか、自重ショルダープレスって検索すればいっぱい出ます。ただね、先ほども言った通り何回も言いますけど、僕らは別にガチ勢じゃないんで、 彼らは専門家なんでめちゃくちゃ細かいことを要求してきますでもそれで従ってたら絶対継続しないからあまりね細かい部位だったりとかもう綺麗なフォームばかり意識しなくていいです何だかんだつくんでそしてシンプルにね週1回だけでも今言った大きな筋肉だけ追い込めばいいそう思っておいてくださいでもしねあなたがジム派でねマシン使ってやりたいんだったらよくね提唱されてるやり方としては大体ね1回で8から12回ぐらいで限界が来るものを3セットやるとか そういうのは言われてますけど別に3セットやってもいいし2回で疲れたと思ったらもうそれでやめればいいんです僕だってそうっすよジム行って2セット目やってあもうもうだかいいやみたいなこのぐらいの緩さあっていいと思いますよまずジムに行って2セットでもやったってことは何もしないゼロよりはだいぶマシじゃないですかさっきも言った通りやるかやらないかじゃなくてちょっとやればいいんですよもちろんね追い込んだ方が負荷はかかってより大きくなると思いますよでも大事なことって早く結果出すより継続し続けることだと思うんですそうなので僕は 理理想想的的ななねね体型ととかかフォームとか、ね、意識しすぎるんじゃなくてまずはちょっとだけでもやり続けるってことをね皆さんと一緒にやっていきたいなって思ってるわけですそして僕ら30代40代って日々忙しいじゃないですか時間には限りがありますトレーニングばかりにはまり込んでる場合じゃないですよ恋活婚活もしなきゃいけないじゃないですかあくまでトレーニングはモテる体を作るための一つの手段でしかないですでねあなたが僕みたいにね筋トレが嫌いではないむしろ何かやり始めて好きって言うんだったら週に1回じゃなくて週2回の方が 効効果的は効果的的はです実際筋トレで損傷した筋繊維ってのは48時間から72時間つまり23日の、ね、休息を取ることで筋肉が回復されますそしてね回復した筋肉は以前の筋繊維よりも太く強くなってますそのね完全回復した太くなった状態でさらにまたトレーニングをするとまた同じように、ね、筋繊維をぶち壊しさらにまたね太い筋肉になっていくってことなので週2回はやった方がいいよとかね言う人もいますけどまあ最悪週1回でも大丈夫です別に週1回で筋肉がなくなくるって,ことは言われて やれてないのでとまあこうしてねトレーニングについても話をしてきました食事管理とも一緒で誰もができるようにまず始めてみようっていうテイストで話をしましたけれどもこの動画を見て腕立て伏せやってくださいってほとんどやらないと思うそうでも本当は筋トレしたいとかいい体になりたいと思って今こうして見てるのは間違いないと思うからそんな方にお勧めしたいのはやっぱりね2ヶ月だけでもパーソナルトレーニング行こうお金使おうそう 僕も実際いつだったかな35とか6とかの時かな初めて本格的にね体を鍛えようと思ったんです当時の僕はですね今のコミュニティを立ち上げたばっかで一人で何でもやっててもう本当にですね毎日仕事ばっかしててたまたま先輩に連れてかれた海水浴で僕ねちょっと火に当たっただけでふらっと倒れそうになったしでねその時の写真ね探したんだけど見つからなかったんだけどめちゃくちゃねあのガリガリでねなんか情けない体してた まあ今の写真はこんな感じなんですけどもう全然違うもうガリガリで脱水体してましたガリガリなんだけどちょっとなんかお腹が出てそうな。 体調も崩して、体も弱くて、火にちょっと浴びただけで倒れそうになってる俺ってやべえなと思って、そこからトレーニングしなきゃと思って、僕は週に2回僕はパーソナルトレーナーがいるジムに行ったんです。まあ1年間ぐらい続けましたけど、それ以降はもうパーソナルトレーナーさんのおかげで、ホームがわかるんで、正直。そしたらもう近くのジムだったり、僕が出張したホテルの中のジムだったり、自分でね、やりたい時にやってますけども、最初はやっぱりホームを覚えるってのも大事だし、知識をね、お金で買うってうことと、 あとは、やらなきゃいけないっていう環境をつけるために、お金でね、そういう環境を買うっていうのが、なんだかんだ一番いいかなと思います。だからこそ、ライザップさんって、あんなにもね、フィットネス業界で大手がいっぱいあったのに、数年でフィットネス業界の売り上げ1位まで行ったのは、誰だって一人ではできないってことだからなんですよ。だから、俺は弱いんだと思わずに、みんな弱いんだから、うん、本当にそれでも多い自分でやれないんだったら、本当に2ヶ月でもいい。4回だけでもいい。たった1回だけでもいいんで、まずちょっとね、パーソナルトレーナーさんのレッスン を受けてみてください さあとということで第2部トレーニングについて話をしてきましたが最後第3部は日々の生活習慣についてなんだかんだこれが一番大事なんですよ正直ね恋活婚活をしていく上でもね理想的な年下彼女を作っていく結婚していくねいつでも彼女ができる状態にするためにも正直デートで頑張っても意味ないんですよデート以外の時間でどこまで準備をするのかが全てを決めるんですだからこそ筋トレを週1回捨てるからそれでいいじゃなくてそれ以外の時間の方がはるかに長い時間だし自分の 体や健康を作るものじゃないですかだからこれからモテおじ体型細マッチョに近づくための日々の習慣について絶対に押されるべき7つの項目についてお話しますまず一つ目は階段を使うです 当然ですけど階段を上り下りする時って太ももだったりお尻の筋肉使いますよねのんきにねエスカレーターとか選んでる場合じゃないですよエレベーターなんて乗ってる場合じゃないですよ駅で階段が見えたら嬉しがってくださいラッキーみたいな実際ね本当にデスクワークばっかしてる人も多いと思うんですよそうすると本当に早々と足腰を弱くしてしまうんです特に30歳を過ぎると下半身の筋肉が減りやすくなってそして太りやすくもなるだからこそ何かしらの段を見つけたら喜びましょうでは次です ポイント2つ目は時時間の3時間の前には食事を済まそうぜってことです食後30分から1時間後ぐらいは血糖値が頂点に達してインスリンがね分泌しやすく脂肪が蓄積されやすくなるので食べてすぐ寝ると太りやすくなります要は寝てる間っていうのはエネルギー消費が少なくなるので食べた分がそのまま脂肪としてね体につきやすくなっちゃって肥満に直結しますまたね消化をしてない状態で寝ることによって睡眠の質も下がります睡眠の質が下がると翌日のパフォーマンスも下がるしそうするとまたもう筋トレだったり 食事制限とかやりたくなないってなるしもう本末だからもう健康面でもダイエット面でも何もかも良くないのでできれば3時間前に食事無理でも寝る2時間前には食事を済ませましょうでは次お手汚じ体験になるために日々絶対抑えるべき習慣3つ目 よく噛んで食べるお前お母さんみたいなこと言うなってね思うかもしれませんがよく噛むことで脳の視床下部にある満腹中枢っていうのはね刺激されて満腹感を得られることで食事を制限することができますよねまたね噛んでよく食べた方がその時の消費カロリーっていうのがよく使われるわけですよエネルギーとしてね結構早食いの人も多いと思いますで僕も偉そうに言いながらめちゃくちゃ早食いなんですけど30回はね意識して噛んで食べてみましょうさあどんどんいきましょう4つ目食べる順番に注意する食事って知ってます最初に食べたものが 一番吸収しやすくなるんですなので米やパンとかね糖質なので最初に食べると早めに吸収されて血糖値が上がりやすいですだから先にね糖質が少ない料理から食べることで血糖値の上昇が抑えることができますよねまあ、理想の順番としてはまあ、味噌汁から入って野菜行ってお肉や魚豆腐みたいな主菜副菜に行ってそして最後ご飯この順番に食べるのが一番太りにくい食べ方です今言ったみたいに食べ方の順番を変えるダイエット方法っていうのはまああるんですけどもこれをやるには実際主食だったり主菜だったり副菜が なきゃね意味がないですからねだってさ食パンとコーヒーだけで、えー、とじゃあまずコーヒーその後食パンってあんま変わんないからまあね一人暮らしの人だと大変かもしれませんができる限りね量は多くなくてもいいのでいろんな料理をね一緒に食べるその時にね順番を意識してみてくださいでは次ですお手掃除体験になるための日々の習慣絶対に抑えるべき習慣5つ目甘い飲み物を飲まない まあ分かってると思いますけどジュースだったり缶コーヒーってめちゃくちゃ砂糖が入ってますほんと面白いなと思いますよね僕よく出張行くんですけどホテルの朝食を食べててちょっとお太りになってるなと思う人の飲み物見ると大体ジュースですもんねなんかもう楽しそうにジュースを注ぎに行くじゃないですかそれで痩せたがってると思ったら何なんだろうみたいなほんとね気軽にジュースって飲まない方がいいですよまたジュースって砂糖をいっぱい取ってしまうだけじゃなくて結構人工甘味料とかも多く含まれてるんで人工甘味料の多量性 っていうのはまあ発がん性にもつながってるしさらにね食欲を増加させることにもなっちゃうんで肥満にもつながるし糖尿病の原因にもなりますもうね基本的には夜お酒飲む日以外は水一択ですまあね1日2杯ぐらい僕はコーヒー飲みますけどあとは基本的に水分入れてますあとはちょっとお酒抜きたいなって時まあビール好きな人だったらわかると思うんですけど結局あれさ飲みっぷりの炭酸が良かったりするじゃないですかだから僕特に夏とかになると風呂上がりにビール飲みたいなと思ってももう夜だしと思ってそう安い炭酸 セットですねアマゾンで買ってねどこの炭酸かわかんないけどもねグラスに氷入れて炭酸入れて飲むってだけでめちゃくちゃうまいですからマジで炭酸だけで幸せな気分になれますから本当にぜひやってみてくださいやってない人は実際ね過去のねコミュニティメンバーでもうちはねトレーナーがいるので食事管理もして差し上げてるんですけど痩せないんです痩せないんですって言ってたメンバーがよくよくね日々の習慣聞いてみると缶コーヒーを1日23本飲んでたみたいなんです甘い方ねそれをやめるように指示したことによって なんと6ヶ月で7キロも痩せたんですよ意外に侮っちゃいけないですよジュースだったり甘い缶コーヒーをねぜひよく飲む習慣になっている人は注意しましょうもちろんコーラだって良くないですでは次ですモテオジ体験になるための日々の習慣絶対にさえるべき6つ目は睡眠を67時間取るってことです良質な睡眠をとることで食欲を抑えるホルモンであるレプチンっていうのが分泌されるって言われてます要はよく寝るだけで食欲が収まるんですよ寝ないわけにはいかないですよね 逆に睡眠不足だと食欲を刺激しちゃうホルモングレリンっていうのがね分泌されちゃって食欲が増してきます。 いい睡眠することでレプチンが出るのにあまり寝ないことによってマイナスのグレリンを出しちゃうもう正反対の結果になるんでぜひ先ほどのね2戦目でも話した通り寝る前の3時間ぐらいはね何も食わずに良質な睡眠を取ろうと心がけてくださいちょっとね睡眠についてここではなかなかと話せないのでなかなかねいつも寝つけないとかいい睡眠取れてる自信がないっていう人は僕のね他の動画の本物の男宮き20選ここで睡眠について話してますんでぜひね睡眠を侮る中で人生の3分の 占める睡眠をあなたも確実にマスターしてくださいさあそして最後ですモテ落ち体験になるための日々の習慣絶対に抑えるべき7つ目は重たい荷物を喜ぶってことですさっきのね1戦目の階段の話でもありましたけども重たい荷物を運べるっていう環境が来た時に大いに喜んでください例えばデートで女性が重たそうな荷物持ってるうわー嬉しい重たそうみたいな そうそれを持ってあげることによって女性は当然喜びますよねさらに僕らはそれを持つことによってこうやってね肩トレとかできるしねこんなことやって腕トレとかできるじゃないですかそう本当に重たいものってのは持つだけで十分な筋トレになるんです例えばあなたがね結構ビジネスマンで重たい荷物を持っててあーだりーなと思ってると思いますただねそれもあこれは日々の習慣の中でもう直接自分のモテおじ体験につながってるんだ直結してるんだって思いながら右で持って疲れたら左で で持ってっててバランスも考えながらねあと日々ね生活しながらなんか職場でね重たい荷物を持つ瞬間だったりとかアマゾンでの重たい荷物が届いた時とかえ水を頼んで水ケースが来た時とかその時にただただこうやって水のケースを置くだけでなくて少し抱えてよし10回おおおいおいおいっってやってやみようとか 重たいものが来たらちょっとでも動かしてみてください僕めちゃくちゃやってますよこれが具体的にどこまで直結してるか分かんないんですけどただその日々の意識はつきますよねぜひね今後よりね日々の習慣の中で重たい荷物を持てるチャンスが来たら僕の顔を思い出してもらって大いに喜んでください心の中でガッツポーズですさあということで9割の年下女性が沼る細マッチョになる方法簡単モテボディの作り方をね完全解説してきました実際あなたが少しでも変化を起こしていくために最後一緒にまとめていきましょう今回はまず 細マッチョの定義から話をしましたよね。体脂肪率12から15%を目指そう。なのでまず15%を目指そうぜって話をしました。そこで39歳、1 7 0センチ 75kg のね、S ウィークをモデルにして数字を見てきましたよね。ぜひあなたもやってみてください。そしてあなたが月に 1kg 痩せるために必要な3大栄養素の話もしました。PFC バランスの話でしたよね。ぜひそのサイトも概要欄に貼っておくんで一度やってみてください。プラス僕が食事制限の時に最後に言ったのは16時間ファスティングでしたよね。その方が手っ取り早くてやりやすそうだなと思ったあなたは、ぜひね、明日から でも取り組んでみてください意外といいけるってててかりますよそしてトレーニングにつもともと僕はトレーナーの資格なんて持ってないですから具体的なね部位の話だったりとかはしませんでしたし僕は必要ないと思いますそれよりも筋肉には側筋とチキンがあって体をねよりねかっこよく大きく見せるためには側筋を鍛えましょうねって話 速筋を鍛えるには重たいものを早くっていうことと自重トレーニングをする場合だと負荷がかかりづらいのでスロートレーニングとクイックトレーニングを両方やりましょうって話でしたで綺麗なな、ね、シルエットの体モテボディを作るためには胸や肩や背中太ももお尻の大きな筋肉を鍛えていきましょうって話でしたねそしてそれぞれの部位を鍛えるために必要なのはたった2セットでいいよって話でした1セット目はスロートレーニングで90%ぐらい 限界まで追い込んで残り10%でクイックそして5秒休んで2セット目でまたクイックで追い込む要は短時間で追い込みましょうねって話をしましたその方があなたみたいに30代40代で忙しい方でも比較的簡単にねトライしやすいからですあとはトレーニング編の最後にも言った通りまあなんだかんだそれでもやらないしめんどくさいな自分一人では結局やれなかったんだよなって人はちょっとね自分にお金をぶち込んでパーサルトレーナーさんに2ヶ月だけでもね指導を受けてみるそれで完璧なフォームを覚えて自分の家の近くの 自分でやってみるとかやっぱりプロっていう存在はいますので自分一人でやるよりもプロに任せた方が2倍3倍とねより早く筋肉がつくんですであなたには筋肉がついた体を自分の鏡で見てほしいんですパンプアップっていうんですけどそれを見たら自己肯定感も上がるしもっと頑張りたいなと思えるんでそのためにもですねまずはより早く効果的に筋肉をつけるためにパーソナルトレーナーをおすすめしますそして最後3分目では日々の生活習慣について話をしてきましたね絶対これだけけははえておけっておっいう7 を使うことよく噛んで食べること就寝時間の3時間前には食事を済ますこと食べる順番に注意すること甘い飲み物を飲まないこと睡眠は67時間取ることそして最後重たい荷物を見たら喜ぶってことでしたまあ、特にね今こうして見てる人は30代40代もう50代60代もいるってのは分かってますけれども年を取れば取るほど新しいことにチャレンジしづらくなったりとか面倒くせってなったりするし今までやってきてないからこそ よりめんどくさいじゃないですかだからこそ何回も言いましたけどもやるかやらないかじゃなくてちょっとやるんですちょっとやるを継続するってことが本当に大事なんです僕も YouTube 毎週毎週ねまあ毎週じゃない時もありましたけどもやっぱり継続が全てだと思ってます今僕がこうしてね男性向けのコミュニティを7年やってて今までも全く彼女がいない中でも500組以上が彼女を作って120組以上が結婚していきましたそういう実績ができたのもコツ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 積み上げてきたからだし僕はこの5年 間ぐらい毎日ね。メンバーにはブログを配信してます。それも継続ですよね。なので、特に30代40代のあなたは短期的にね。マッチョになろうとか、短期的にモテようとか、短期的に結果を出そうとかじゃなくて、長期的にずっと。 いい男でい続けることを考えると無理をしすぎるんじゃなくてできることからやるそれをやり続けて1ミリ1ミリだけでもちょっとだけでも良くしていこうと思うってこと僕らのコミュニティのモットーでもある今日より明日いい男これを1ミリだけでも意識してね改善していけばいいんです正直0.1ミリでもいいっすよ1日0.1ミリでもいい0.1ミリだと変化が分からないかもしれないそれでいいんですよ変化が分からなくてでも365日0.1ミリ積み上げてみてくださいそしたら36.5ミリ それだったら十分目に見えますよねなので本当に全ては継続で決まりますんで途中ねライズアップの話もしましたけども自分一人ではなかなか男みやぎだったり恋活婚活が継続できないっていう人はぜひねうちのコミュニティの門をね叩いてみられることをお勧めします誰だって強くないですから僕だって強くないあなただってそんな強くないいいじゃないですか弱い者同士に仲良くやっていきましょうって話ですあなたにはあなたの強みがある僕には僕の強みがあるもしあなたが恋活婚活男みやぎで悩んでるんだったらその強みを持ってる僕をぜひ叩 頼ってみてみください僕も何かあなたの強みをね頼らせてくださいそういう風にして僕らって生きてる時間は一緒なので費やしてるものが全く違うからこそ全部自分一人でやろうとしずにあなたの時間は大事にしつつ他人が使った時間を上手にいただいてあなたをパワーアップさせてください僕らに必要なのはお金よりも残された時間ですからね ということで今日は以上にしていきますが今日の動画の途中でご案内した僕の本童貞の賞賛をプレゼントしますよってこっそり伝えたの覚えてますか実はねさっき言ってませんでしたけども僕のこの童貞の賞賛って本って発売当時ベストセラーのねカテゴリーランキングが全部1位でした例えば自己啓発とか恋愛とかそっち系のカテゴリーランキングが1位で Amazon の全部の本のランキングでも3位にいったんですよ3位って結構すごいんですよ言っときますけど実はその時本の総合ランキングの第4位が田中みなみさんの写真集でしたよ童貞の賞賛田中 田中みんんな実さんから訴えられるんじゃないかなっていうぐらいですね卑猥なタイトルがですね写真集の隣に載ったというまあ僕のね一つのね思い出なんですけどもそれだけ売れた本になります今実は僕河瀬智広チャンネルでも話してる内容をですね来年にかけてまた別の本をね今書き上げてる途中だったりするんです実は。 ね、それもこっそり言いますけどもだからこそ今までの集大成の童貞の称賛って本をねより多くの人に今のうちに手に取ってほしいと思ってこの動画はきっとね何千再生しかいかないと思いますあんまり回らないと思いますだからいいんです女がどうとかねうんセックスがどうとかそういうことよりも真面目にねこの動画を最後まで見てくれてるあなたの方が僕との相性は絶対いいはずなのでだからこそプレゼントしますんで是非受け取ってもらって今日の動画を見ながらね体を作りつつ僕の童貞の称賛って本でコミュニケーションを完璧に マスターしてくださいそしてこの本の中にも書いてある「為替流トーク8000」についてね解説した動画もね合わせてプレゼントしますんで是非それも受け取ってみてもらって早速ねこの動画の後にね特典動画として見ていただけたらと思います今回のね特典の受け取り方法は僕のこの動画のね概要欄にある公式 LINE より登録してもらって「BOOK」B o o K、っていうアルファベット4文字だけ入れてくださいそしたら自動的にね届くように設定しておきますそして今日の特典と合わせて30代40代でも20代の女性と付き合える 人生逆転3ステップという僕の特別講義動画もね合わせてプレゼントしていますモテる意境地に必要なファッション会話力デート力この3つに分けて合計15個の得点を 一気にね受け取ってください今回の動画をきっかけに体が変わってくるタイミングで服装まで変えちゃいましょう細マッチョかけるオシャレって最強ですからねそして今言った人生逆転3ステップをきっかけに人生初のね彼女を作った方々のね実体験は僕のもう一つのチャンネル「ひもて彼女ゲッターズ」でたくさん見ることができます全く恋愛経験がなかった30代40代の男性がまず何から始めてどうやって告白デートまでつなげたのかその一部始終が分かる彼らの赤裸々な体験談って正直ねそこら辺に転がってる恋愛ノウハウ よりもはるかに具体的で超リアルな内容なのでとってもおすすめですそのチャンネルも概要欄に載せてますのでぜひねご覧くださいそしてこの今回の動画で少しでもね参考になった伸びしろを感じてくれた人はですねぜひ気軽にねコメントでね教えてください僕はね基本的には全部コメントを返してるつもりですしコメントがめちゃくちゃ嬉しいですみんな温かいコメントいつもありがとうございます今こうして画面の向こうでは2時間となってます撮影時間ちょうど2時間超えましたでもこの完成動画って多分何分なんだろうねそれぐらいですね1本撮るのに時間はかけてますがそれでは でもコメントを見るるとまた頑張れるんです今はこうして最後まで見てくれてるあなたとつながっているんだそう思えるだけで僕はまた頑張れますんでぜひどんな感想でもいいので挨拶だけでもいいのでコメントしてくれるととっても嬉しいですそしてもちろん僕もねギブできることはすべてあなたにギブしたいと思ってますんでこれからもねぜひねこのチャンネルを見ていってほしいですし男は30代40代50代からだというふうに意気込んでですねこれからの人生を諦めずね一緒に男を磨いていけたらと思います僕はいつでもあなたのことを応援していますということで 最後一緒に行きましょうか人生は一度きり最後まで諦めない僕らの勝負はこれからだ